ルカによる福音書14章安息日に水種の人を癒すある安息日にイエスが食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになった時のことである人々はイエスの様子を伺っていたその時見前に水種をわずらっている人がいたイエスは 立法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは許されているか、いないか。彼らは黙っていた。するとイエスはその人を引き寄せ、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなた方の中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら安息日だからと言って、 すぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。客と招待する者への教訓。イエスは招待を受けた客が定席を選んでいるのをご覧になって彼らに例えを話された。婚礼の祝宴に招待されたら、 上席についい。てはならなら「あなたより名誉ある人が招かれておりあなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってください」と言うだろうその時あなたは恥をかいて末席に着くことになる招待を受けたら末席に行って座りなさいそうするとあなたを招いた人が来て「ともよもっと定席にお進みください」と言うだろう。 その時、同席の人、みんなの前で、面目を施すことになる。誰でも、高ぶるものは低くされ、減り下るものは高められる。また、イエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催す時には、友人も、兄弟も、親類も、近所の金持ちも呼んではならない。その人たちも、 あなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすれば、彼らはお返しができないから、あなたは幸いなものとなる。正しい人たちが復活するとき、あなたは報われるだろう。 大宴会のたとえ同席していた客の一人がこれを聞いてイエスに「神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう」と言ったそこでイエスは言われたある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き宴会の時刻になったのでしもべを送り招いておいた人々に「 もう準備ができましたのでおいでくださいと言わせた。ところが皆一様に断り始めた。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません。どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛をごつい買ったのでそれを調べに行くところです。どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は 妻を迎えたばかりなので行くことができません、と言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の大通りや路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席があります。と言うと、主人は言った。街道や農地へ出て行って、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない。弟子の条件。 大勢の群衆がついてきたので、イエスは振り向いて言われた。誰でも私のもとに来ていながら、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命さえも憎まないものがあれば、その人は私の弟子ではあり得ない。自分の十字架を追って私についてくるものでなければ、私の弟子ではあり得ない。 あなた方のうち、塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しないものがいるだろうか。そうしないと、土台を据えただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが、完成できなかったというだろう。また、どんな王でも、他の王と戦いを交えようとするときは、 二万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の一万の兵で迎え撃つことができるかどうかをまず腰を据えて考えてみないだろうかもしできないとわかれば敵の王がまだ遠くにいる間に施設を送って和を求めるだろうだから同じように自分の財産をことごとく捨て去るものでなければあなた方のうち誰一人として 私の弟子ではありえない塩気のなくなった塩塩は良いものであるだが塩に塩気がなくなればその塩は何によって味がつけられようか土にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられるだけだ聞く耳のあるものは 聞きなさい。